スビーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。マリオ高野ではなく山本慎也です。今回はね、ジャパンモビリティショーのスバルのブースに来てますね。まあこれマリオさんが本当は出るつもりなんだと思うんですけれども、まあ、マリオさんはねどうもね水平対向エンジンじゃなきゃね来たくないというねそういう多分わがままを言ったというところで急遽僕が代役、まあまあそれは半分冗談なんですけど、まあ、マリオさんね議員の仕事がやっぱり最優先なので今回僕が代役としてここのステージに立たせていただいています。で今回紹介するのはザンというところでスバルスポーツモビリティコンセプトですね。これ今までのスバル車とはちょっと違うと思いながらもやっぱり共通項結構ありますのでその辺をデザイナーの方にじっくりとお聞きしたいと思います。はい、ですね、スバルでエクステリアデザイン担当しております藤川と申します。よろしくお願いいたします。藤川さんこれ、はい、まずね僕ね、はい、一番最初にまず言いたいのが写真写りが悪いんですよ最初に出展概要のリリースで、はい、最初にこう前後の写真を見させてもらって、はい、ちょっとこれやらかしたかって正直思ったんですよ、はい、だけどこの会場に来て実写を見たら全然違うじゃないとですかっこいいかっこいい、あ、よかったです、はい、ありがとうございます。とにかくかっこいいじゃない、うんうん、これちょっとなんか写真もったいないねっていう。そうですね、何かアングルが悪かったのかも。でもね、はい、これねスバルあるあるで結構ねあるんですよ。そうですね、自分はレイバックも担当してたんですがレイバックの時も結構実物言いました、実物かっこいいって人多くて、なんで、はい、なんで実物かっこいいのにそれが画像になるとっていうのはね常に僕はねそこ気になってたんですけど、まあそれはまあ置いといて、そうですね、はい、で今回まああのまあ、4駆は4駆なんですよね。はい、4駆になります。 AWD ですね、うん、我々としては。ただ水平対向エンジンは積んでないというところで、積んでおりません。まあ、この辺ねあのスミちゃんの、ファンの方は非常に賛否両論あると思うんですけれども、まあ、これどうしてこういう車を作ったのかというのをまず教えていただける。そうですね、まあ、どうしてという話になりますと、まあ、昨今、まあ、ベブ化が進む、はい、まあ、時代ですので我々としても、まあ、逆にですねアイスを、まあ、スバルの、ガソリン車をですね、はい、愛してくださっているお客様にじゃあ次何も提案できないのか、じゃあこのままスバルのスポーツは滅びてしまうのか、そういうわけではまあないだろうという思いがありましたので、まあ、次世代のスポーツとは何だっていうところのイメージをですね、ピュアにまあ今回デザインスタディとして表現しようという話に、はい、なっています。なんかね事前でいろんなこう情報が出てるときに、はい、例えばその BRZ の後継モデルなのかとか、あとまあアルシオーネの復活なのかみたいな、いろんなねこう噂話が立ったんですけども、まあこれはある意味こうスバルが次にベブの時代にこういうことをやっていくんだというまあものを形として表現したもので、その具体的な何かがあるわけではなくて、そうなんですよ、今までビジブとかでしたら次に何かみたいなところ若干匂わせてたかもしれませんが、あくまでこれは本当に次世代のスポーツという価値観に対してスバルだったらこういう回答をするというスタディモデルだと思っていただけると、はい、幸いです。でも今回そのまあシルバーのボディにこのブルー、はいはい、このブルーってもしかして、はい、もちろん WR ブルーでございます。はい、おー、これもなかなか珍しいコントラストだと思うんですけども。そうですね、これもですね、私エクステリアデザインなので外装のデザインやっていく中でもちろん CM フェットで、カラーを司るデザイナーとも話してやってきたんですが、今まで通りだと例えばですけど、まあ、外装一色全部まあダブルブルー塗っとければ、うん、こうスバルっぽいってなっちゃう。あと黄色いステッカー貼ればそうだよねみたいな、黄色チェリーレッドだったりするとこうなんかスバルの ね、スポーツってこういうもんだよねっていう風になるところをですね、うん、あえてやっぱりチャレンジどんどんしていこうっていう思いがありました、はい、なのでですね、じゃあちょっと説明させていただきます、はいはい、今回ですね大きく、ですね、車体の骨格となる基礎の部分がですね、うん、このちょっとマーブル状になっている、はい、このクラッシュカーボンで作られている部分になります、うん、はい、はい、でこの骨格はなんでクラッシュカーボンかといいますとやはり軽量で頑丈というところですよね、うん、でお客様にスバルのスポーツをよりやっぱりこう初見で分かっていただくために、うん、まあ、クラッシュカーボンを使わせていただいています、はい、でその骨格の上にさらに、まあまあ、張りがあって強さはあるんですが、うん、まあ、バイクのカウルのようなものですよね、はいはい、のプロテクターをつけることによってこの車というのはこう立体の構成がなされているんです、ね、あくまでもじゃあカーボンのモノコックが基本で、はい、そこに
衣装が乗っかってる、まあ、衣装といいますか、じゃあ仮にですが、うん、このクラッシュカーボンがむき出しで、例えばよく触るところであったり飛び石が飛んでくるところに何かこうプロテクターしなければ、じゃあガンガン傷ついちゃう、うん、あとは、まあ、もちろん衣装性というところもありますけれども、まあ、そういったパーツをですね、こう廃止しているような感じ、ある意味フルインナーフレームの次世代版みたいな感じじゃないですか。まあ、そういうことになるのかもしれません、うん、まあ、我々としては、まあ、とにかくこの車はですね、3つのコンセプト、3つのキーワードがありまして、はい、まあ、明快であろう、明快さをまずは失わないでやろうっていうのが1つとですね、まあ、2つ目がアジリティ、俊敏さみたいなものをお客さんにやっぱり感じていただきたい。で、そういで最後はですね、バーサティリティって言ってたんですけど、多様性ですよね。この車本当にオールロードなので、どこでも走っていけるような、まあ、その3つの感じていただきたい、その俊敏性っていうところに関しては、このようにこう軽さっていうものをこう見た目で表現したいっていうから、うん、はいはい、ことからですね、こういった構成になっております。でもなんか見ようによっては当然スポーツクーペにも見えるし、はい、ある意味クロスオーバーっぽくも見えるし、はい、そうですね、その辺のなんかそのいろんな人のその使い方によってなんか見え方が変わってくるような感じもすごいしますよね。で、僕やっぱり今までのスバルとちょっと違うなというのはやっぱりタイヤが四隅配置、うん、どうしても今までのスバル車はどうしてもフロントオーバーハングの上に、はい、水平対向エンジンが乗ってしまう関係 で、まあ、やっぱりロングノーズになりがち、はい、まあ、多分そのバランスを取るためにいろんな、ね、デザイン上でいろいろ努力はされていると思うんですけど、うん、はい、今回はもうバーンとこう切らせてスパッと立ち切った、はい、でこれがね、僕ね、昔のグループビーカーのようなそのコンペティション感をより感じる、うんうんうん、はい、例えば、まあ、他社でいうと例えば昔のスタリオン 4WD だったりとか、あとワルデガルドさんとかが乗ってた頃の FR のセリカ TA64 みたいな、そういうなんかこうコンペティション感をあえてこう前後オーバーハングバサッと切ることで、よりこう凝縮感が戦う車らしいディテールというか、はい、それは何か意識されました？いや、まさに今おっしゃっていただいた通り、この車はとにかく次世代のスポーツという価値をピュアに表現したいという思いがありますので、見た瞬間にこの車に乗って速く走りたいと思っていただけるかどうかっていうのをすごく気にしていました、うん、でそういうフィーリングの中に、例えばちょっとラグジュアリーなスポーツカーっていっぱい世の中にあると思うんですが、はい、うん、スバルならではで、やっぱりスバルのお客さんでやっぱりとことん乗りつ、うん、乗ってで走るっていうところを考えると、やっぱりこうちょっとレース車の雰囲気じゃないですが、まあ、そういうコンペティション感っていうのは実際我々もデザインしていく中で結構こう感じながら、どうしたらそういう雰囲気出るかなっていうのはちょっと話した部分なので、そう感じ取っていただけたらすごく今嬉しい気持ちです。これね、絶対にね、僕絶対これを確信できるんですけど、これの絶対 GT300 版絶対デザインしてると思います。もう想像できるもん、なんかだからこれはね、もう絶対スポーツを意識してるところは間違いないです。で、あとね、まあ、当然この車は、まあ、いわゆる電気自動車、はい、まあ、パートレーンはモーター、モーター、はい、で、まあ、当然ね、床下に多分薄型のかなり、うん、低ハイトの高密度のモーター、バッテリー積んでると思うんですけど、このね、ボンネット、はい、まあ、今までスバルではこうね、モコッとしてたのに対して、はい、今回はまあ逆パターン、逆です、スッとこう逆に内側に入ってる感じっていうの、これは。まあ、多分マリオさんだったら穴が開いてないんですけどって絶対言うと思うんですけど、ね、まあ、僕はそんなことは言いませんけれども、ここのなんか処理みたいなものは何かあるんですか？はい、おっしゃっていただいた通り、やっぱりスバルのスポーツと言いますと、どうしてもね、エアインテーク、エアインテークって皆さんすごく印象に残ってらっしゃいますし、すごい好んでくださる方もいらっしゃいます。ただですね、まあ、スバルのデザインってとにかくやっぱり機能を表現しているものだと思うんですよね。あそこまで、まあ、逆にあれが必要だとしてもそれを隠すようなデザインを、まあ、してもいいところをですね、やはりあえて機能をですね、うん、今までは見せてきた、はい、で逆に言えば機能がないのにそれを配置するっていうのは今ただの衣装になっちゃうよと、 それはもう今までスバルをお会いしてくださったお客さんに対して、まあ、違うんじゃないか、うん、そういう回答は違うよねっていうところを確認して、最終的にここはもうないところですね。これは例えば下から空気が入って抜けるわけですよね、はいはい、まあ、いわゆる空力的な要素、そうですね、はい、まあ、あと冷却ですね、うん、でその冷却するもの自体の今何か中のスペックは お伝えすることできないんですが、あくまでスタディなので、うん、でも今おっしゃっていただいたような機能の配置ができればいいなというふうに。でもやっぱり電気自動車って、まあ
なんて言うんだろう、グリルレスな車が多い、うん、まあ、なぜかっていうとやっぱり熱をそ、まあ、もちろんねある程度熱は出るけど、うん、内燃車に比べると熱が出ないっていうところはあるんですけど、ここまでまあ比較的大きな開口部で、うん、まあ、当然空力も含めてだと思うんですけど、はい、でもかなり冷却に力を入れるということは多分高出力モーターなのは間違いないんですよ、ね、あのソルテラくらいの 150kW 級ではないということが、まあ、ここからも予想ができる、まあ、そんな感じですよね。どうでしょうね。でも 150kW ってことはありえないですよね、そんなね。なかなかそこはもうスバルのことをですね、好きでこの車をあの見てくださったお客様に想像していただきたいところかなと、うん、はい、まあ、間違いなく倍ぐらいはあると思います。でこれフロントを見てると、はい、どこがライトになるんですか、これは。あ、一応ですね、そこもまあ簡単に言いますと、うん、今後どういう表現をしていこうかっていう、まだ、まあ、過渡期ではありますので、うん、じゃあメイン搭載どこって聞かれた時に、うん、まあ、じゃあここですと言い切れないんですけど、うん、今考えているのは例えばライトポット風のここであったりとか、あ、これは、はい、これがと、これがヘッドライト。そうです。で外側が信号灯シグネチャーになっています、はい、でターンであったりとかそういった機能を配置しているような、はい、ものですね。あ、じゃあ今回はライトでホークアイは表現してない。そうです、今回は、この字がですねなくなっております、うん、でその理由はまあ様々あるんですが、先ほどのそのエアインテークと同じかなというふうに思っています、うん、であのまあこの字って今までもやっぱりスバルが使い続けてきていますので、はい、パッと見でスバルだと思っていただけるというすごいいいポイントもあります、うん、なので例えばソルテラなんかはやっぱりこう何者かっていうところにやっぱりスバルの車だよねって分かっていただくためにこの字使ったりしたんですが、うん、まあ、これはもう次のさらに次の世代になるので、じゃあそろそろ考えてみよう、うん、であの今までやっぱ水平対向エンジンのまあ起動でこの字 の、はい、のっていう説明で我々やってたんですが、ならもう水平対向ないんだからそこは一回脱出してみようって。あ、そっか、そういう、はい、流れですね。でもなんか車体側でそういう表現をしてる感じ、おっしゃっていただいたで、あのこの字ってあのこの字を使いたいっていうよりはですね、やはりこの四隅このコーナー部のこのしっかりとした、うん、まあ、バランスですよね。あのモチーフとしてやはりこの字ってすごい良かったと思うんですよ、ね、で、まあ、これあの、うん、多分ホイールハウス内に空気送ってるものだ、はい、これも機能を突き詰めていったら、まあ、スバルのアイデンティティも見えちゃったっていう、うん、そうですね、うん、はい、そう思っていただけると。でもここのね、あのちょっとランプポット風のヘッドライトっていうのはちょっと斬新だな。僕は最初ね、あのいわゆる運転支援系の何か、うん、レーダー、はい、レーダー的なものがついてるかなと思ったら上についてるから、はい、これは違うけどな、一体なんだろうなみたいな、そういうちょっとあの斬新な感じ、はい、あとこれ今回ホイールにそのいわゆるエアロカバーのような、はい、昔の80年代 の、 あの C カー、ね、ポルシェ 962C とかトムスの 85C みたいな、まあ、ボルクのホイールみたいなね、そういうイメージがあるんです。これもやっぱり機能。そうです、あの今回の車はとにかくあらゆる路面をお客様が安心して楽しく走っていただきたいというコンセプトが、まあ、もちろんありますので、うん、そういった時にオンロードでの、まあ、エアロ的な機能が一つと、はい、オフロードでの、まあ、石紙を入れない、はい、タイヤの中を守るという2つの機能を合わせ持ったようなデザインになっております、うん、ほう、あとね、僕最近これ見たことないんですけど、このスバルデザインを主張し始めたという。そうですね、あの、うん、まあ、デザインを主張と言いますか、まあ、今回はあくまでそのピュアにそれをデザインで表現してみようというトライだったので、うん、今回スバルデザインというふうに入れさせていただいている。これ他の車にも入れてほしいですよね。いや、そうですね、はい、でこれリアに回ってきたんですけど、これやっぱり EV っていうのを、まあ、そうです、今回はバッテリーロゴをちゃんと入れて、はい、てます。でね、リアもなんか雰囲気がこう、これもフロントのイメージを結構踏襲してるなと。これも結果的にこの字。そうですね、結果的にですね、うん、はい、あのもちろん1台丸々ですね、あの同じ世界観とトータルコーディネートなので、うん、まあ、同じようなモチーフにはなっているところはあります、うん、で空力的負荷物は今回足してないのは何かあるんですか。空力的な負荷物、例えばウィングでかいウイング、もうスバルといえばでかいウイングみたいな感じがないですよね。そこはですね、あえてですね、今回本当にこのピュアなメッセージ性っていうものを伝えたかったので、うん、まあ、先ほど運転席からですね、はい、このフェンダーにかけてこうハイライトがスパッと通ってる、うん、この形状を
とにかくシンプルに強調させるという点において、はい、まあ、ウイングは今回なしでいこうというのが、うん、我々の、はい、決定した理由ですね。あとこのルーフというかこのガラスルーフが意外にこうスポーツカータイト感あるけど、はい、この辺はやっぱりこう視界性能、そうです、やっぱスバルはそこ譲れないよね、はい、みたいな、先ほどおっしゃっていたあるしようねとかいろんなコメントをいただいてるんですが、うん、そこだ、あ、そこを思い出す、ね、そうです、思い出させてはいたんですが、うん、我々としてはそこというよりはとにかく安心と楽しさの、うん、まあ、安心ですよね、そこを感じ取っていただくために、まあ、全方位的にラウンディッシュなキャビンで安全を感じ取っていただきたいっていう思いの結果、うん、こうなってしまったと。でもやっぱりそこは隠せずみたいなそういう感じがしますね。で、まあ、そろそろ時間なので、はい、総括するんですけれども、まあ、この車は新しい、まあ、スバル、まあ、ベブで頑張ってきますよというところと、やっぱスポーツは忘れませんよとベブの時代になって、はい、という、まあ、なんていうのかな、決意が形になったというね、そういう車なので、この車そのものが出てくるわけではないけど、多分ね、ないこの車そのものは出てこない、この一部がね、いろんな新しいスバル車に僕は必ずフィードバックされると信じてますので、で我々もデザインスタディとまで言っているので、ぜひ皆様の、反応を、はい、まあ、いいことも悪いこともですね、含めて、はい、含めて、あともうスバルを今まで愛してくださったお客様に立ってどう感じ取っていただけたかを、ぜひ我々もこう受け止めたいなという、うん、ある意味スバルの新しい挑戦に対してどう、はい、スバルファンの人が評価してくれるかという、まあ、これがねうまくいくと、多分ねスバルビジブスポーツモビリティコンセプトに名前が変わるはずなので、はい、そうなった時にまた取材に、まあ、2年後にねまたジャパンモビリティショーありますので、ぜひともその時に答え合わせをしたいと思いますので、はい、以上、山本慎也がマリオ高野の代わりにお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。